赤星せよ赤星マシマシマシデビーよろしくです。さあこの度はラーメン千里眼行っちゃいましたということでね、何回か行っておりますね、お世話になっております、はい、さあ見ていきましょう。あの地図また復活してますけども、あの地図、最寄り駅、まあ、4つありまして、僕が一番おすすめなのは東北沢駅かな、左上の駒場東大前から行ってます。あ、東大前から行ってますか。池の上からも行けるね、余裕があるだけちょっと遠いかもしれない。で今年はですね、うるう年ということで、4年に1回のニンニク三昧、これでもか、これが2月29日ニンニクの日に合わせてやったんですね。50人、僕が並んだ時やってきました、ただ今回はなんと3月1日もやったよということで、2日間でやったんですけど、なんと2日とも昼休みのないぶっ通し営業をされてたということで、すごいです、お疲れ様でした、頑張っていただいて出していただいたということでね、さあ今年のメニューですけども、もちろんニンニク三昧これでもかしかありません、で追加豚が 1,2,3 枚、で味玉生卵なんかもあります。で、そしてですね、今回はね、大にしちゃって、前はねちょっと小を頼んじゃったんでね、大でいっちゃいましたぜ。こちらじゃー、うわー、ちょっと野菜増しの他全部増し増しということで、ございますけども、今年はですね、唐揚げではなく、なんとガーリックパウダー入りのガリカラというね、ちょっとオリジナルな唐揚げになってるんですね。そしてニンニク三昧という、なるほど、ガーリックチャーハン、すごいね。これだからね、頼まない人もいました、これ抜きでみたいな、初めからこれでもかだね本当にこれでもかということでね、いやまずは豚からかじっていきましょう。ガリマヨとこの返しソースがもう豚とか野菜とかじゃない、このソースがうまい、これを単体でもう飲みたい、飲むもんではないでも本当にうまいんですよ、これを混ぜて食うと、まあこれをね、豚についてはですね、ホロ豚で、野菜はね、千里眼特有のあのちょっと細かい油がいっぱいかかってるね、シャキ甘な野菜でございましたけども、さ早速、そしてね、麺、結構早めの麺ですよ、今回はね、もうタレがなくならないうちにもう麺いっちゃいますけども、高圧器の高い麺にね、ガリマヨ返しソースかかるとうまいんですね。なんと表現したらいいか分かんなかったんで、ニンニクしょっぱいなんてことを言っちゃってますけども、はい、どういうことだったかな、いやなんかこのニンニクの香りとしょっぱさが後からこうついてくるような、追いかけっこしてくるんですよ、口の中でニンニクとしょっぱさが、しょっぱさの追いかけっこ、まあ量が大でもね、350だったんでね、でもこってり度が高いんで満腹感はすごいあったかな。そして来ました、いつもはね、私声の声マシマシにしないでしょ、ところがね、コンソメパンチ風のなんかガーリックパウダーの味がついてバカうまなんですよこれ。なんかちょっとコンソメパンチ風の甘みのあるようなものなんですよね。そうだから、ビビってね、いつもは少しとか言うんだけど、全部マシマシというふうに言い合わせていただきました、そしてね、そこへ黒胡椒、何が合うかというとですね、マヨネーズのちょっとこうなんかしつこさあるじゃない、これを黒胡椒で消していただきたい、後々消すというかね、いや、まあ、あの後ほど調和というか、そう後ほどちょっとね、苦しくなってきたらこうやって味変をしていく。さあ、そして卓上の返しでございます。もちろんこれ口にかけてやるのは初めてです、前はやってなかった。 3.9 です。カジュアル投入すると、あ、はい、なんでしょう、うちにある1個も同じ、あ、ほんとだ、この前のやつと、同じですね。でもスープのうまさを再確認できるよという返しでございますね、ガリマヨ返しぜひ試してみてくださいね。さあ、ここでね、お隣の赤崎氏が完食ということでいなくなりましたけども、そんな中、僕はゆっくりとニンニク三昧を、ね、すごいね、これすごい、ここまででニンニク、ガリマヨ、ガリカラ、フライドガーリック、そしてニンニク、ピクルスを摂取しているんですが、このね、ニンニク三昧のもう優しいフレーバーはちょっともう感じ取れなかったやつも、はい、ただまあ6個目なんで、ニンニクとしては、さすがニンニク三昧、これでもかということで、まさにこれでもかということで、ニンニクピクルスもね、紹介したかったんだけど、いつの間にかちょっともう消えてて、胃の中に。4年後じゃん、すいません、紹介できるの、予定開けてあります、4年後の予定開けてありますんで、はい、89.48、 野菜だけね、マシマシできなかった。あ、そうなんだ。そうなの、なぜかというと、やっぱりニンニクの濃さを多分存分に味わってほしいから、あとまあ、沸騰したし、やる気出しちゃうから。いや、そうだな、そうだな、僕史上千里眼さんで一番美味しい一杯でしたよ、てか毎回そう言うんだけど、毎回リニューアルされちゃう、どんどんうまさが増していく千里眼さんね、あ、思い出した、危ねえ、そう、このニンニク三昧の後にあまりにニンニクができたからって、マー油が生まれちゃったらしいです。あ、マジ
マー油が、マー油、黒マー、ニンニクマー油ができちゃったらしいから、まだあること、あーでも結構時間経ったか、経ってるな、あー1週間経ったな、いや、うーん、まあその辺はね、ちょっとお店のツイートなどを見ていただいて、もしやってたら今がチャンスということでね、また4年後お会いいたしましょう。ロクソンです。Thank you.